はい、こんばんは。あっす。あっす。アホやねん大将天野と。たっちゃんです。よし、それで本日ですね、なんと、こちら究極の卵かけご飯というのをちょっと作ってみようと思いましてですね、ある、大阪のですね、会員制の焼き鳥屋さんでですね、ものすごい、バズっているですね、卵かけご飯あるということでちょっと動画見させてもらってですね、そしたらですね、この、この黄色に乗ったやつ、これね、黄身を、ただ乗せてるだけじゃないんですよ。これね、ちょこちんって言いました。卵を産みよう、前にこう黄身に、卵巣のところにたくさん黄身ができるので、それのなんかね、もうこの状態でちょこちょこっとこのがついてね、親鳥のやつ売ってるんで、これを、ゲットしてきましてですね、これ、話によると、通常の鳥よりも、なんか味が濃いと、ネットによると10倍ぐらい味が濃いんではないかと言われておりますので、それを使ってですね、それに炊きたてご飯となんとタタタタどうぞ、たっちゃん。タタタタタヤマコの醤油、はい、ちょっと反射してますけど、はい、醤油これ、ね、岐阜のね、めちゃくちゃ美味しいヤマコの醤油をこうちょっとベベベベベってかけまして、はい、じゃあフォトジェニックタイムです。いきますよ、フォトジェニック。ででー、あいだつ、あー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 、しし濃厚です、濃厚ですね。ドルーンドルーンドルーンとなってる、この卵かけご飯、黄身だけみたいですね。こいつをはい、食べてみたいと思います。はい、食べます。うん、ドロリン、ドロリン、だいぶドロリンですよ濃厚みたいですよ、めっちゃ濃厚、すげえ。あー、どうですか、卵、卵の国、黄身、なんかあれですね、ねっとりするんで、なんだろう、なんかちょっと薬味があると美味しいですけど、なんかね、独特のこう黄身の濃い味が食べれるんで、これ串カツにもする感じで今店調理をチャレンジしてます。まあ、皆さんも、ね、食べたかったら今日、食べたいって言ったら、あるかも、です、なかったらごめんなさいごめんなさい。ではやってみてください、皆さんも。はい、